ライアンロスターはアメリカ合衆国ニューヨーク州スタテンアイランド出身のバスケットボール選手である。B リーグの宇都宮ブレックスなどに所属していた。ポジションはパワーフォワード。身長206センチメートル、体重116キログラム。NCWA ディビジョン1所属でニューヨーク州にあるシエナ大学に入学。3年時に平均13.8得点。 11.1リバウンドを上げて、メトロアトランティックアスレチックカンファレンスファーストチームに選ばれた。4年時には、モアヘッド州立大学のケネス・フェリードに次ぐ、全米2位の平均13.2リバウンドを上げて、カンファレンスの最優秀選手に選ばれた。大学4年間で、歴代1位の1151リバウンド、歴代3位の167ブロックショットを上げた。 2011年の NBA ドラフトでは指名されず、フランスにブリーグの出ないに SC ボルテアでプレーした。2012年、D リーグのカントンチャージに加入した。2013から14シーズン開幕前の2013年8月に、リンクとチギブレックスに入団、12月には、平均24.1得点、13.1リバウンドを上げて、月間最優秀選手に選ばれた。 2014から15シーズン、2015年3月28日の和歌山トライアンズとのプレイオフではトリプルダブルをマークした。このシーズン n b l 2位の平均13.3リバウンド、同4位の平均19.9得点を上げてリーグのベスト5に選ばれた。2015から16シーズンは1試合平均23.7得点、12.5リバウンド、 1.9スティールの成績で NBL レギュラーシーズン MVP ベスト5を受賞。第91回天皇杯で準優勝してベスト5を受賞。2016から17シーズンは平均13.3リバウンドでニック・ファジーカス、ジョシュ・ハレルソンらを抑えて初のリバウンド王を受賞。プレーオフでも全試合先発出場で優勝に貢献した。 2018から19シーズン、背番号を32から22に変更した。2018年12月8日の琉球、ゴールデンキングス戦で、B リーグ史上最多となる1試合52得点を記録した。千葉ジェッツとのプレーオフ準決勝第一戦の試合途中に負傷退場した。その後右ひ骨骨座章により、第二戦を欠場、チームは連敗し、準決勝で敗退した。 2019から20シーズン、2019年12月に日本国籍を取得した。バスケットボール男子日本代表に選出され、2020年2月24日の2021年、フィーバー男子アジアカップ予選台湾戦で初出場。シーズンではベスト5を受賞。ステップワークを生かした多彩なシュートが持ち味。ポストからのフェイダウェイ、ドライブからのレイアップが、 得点源である。レイアップ時にはユーロステップも使用し、フローターシュートも頻度が多い。また時り見せる3ポイントシュートも高確率で決めてくる。総力もあるためファストブレイクでの得点も得意。またリバウンドにも強く、ポジショニングを身長を生かして空中戦を制す。そのため、得点、リバウンドで毎試合ダブルダブルを期待できる選手である。 しかしフリースローは苦手。ありがとうございます。